マールボロ地震は、リヒターマグニチュード7.4の地震で、1848年10月16日1時40分に発生し、震撲はニュージーランド南東のマールボロ地方にあった。ウェリントンでは揺れが約2分間持続し、被害は後半にわたった。特に石造りやレンガ造りの建物の被害は大きく、被害を受けた大半の建物は木造として建て直された。 これは、この地震の7年後に、ウェリントンを襲ったより、大きな地震であるワライパパ地震において、被害や死者を比較的少なく抑えることに貢献した。この地震は、マールボロ断層系の一部である慌てレ断層が、少なくとも 105km にわたって破壊された、ことによって発生した。地面はより小さい垂直方向の移動を伴い、水平方向に約 6m 移動した。 震源が浅いことは、勇敢の余震の多さから推測された。この地震のモーメントマグニチュードの値は破壊された、断層の長さや地面の移動の大きさから約7.5と推測されている。ウェリントンでは、住宅、教会、刑務所、病院など、ほぼすべての石造りやレンガ造りの建造物に被害が出た。大半の木造建築には被害がなかったが、 レンガ製の多くの煙突がなくなった。マールボロ地方では、たくさんの農家が深刻な被害を受けた。本震で被害を受けた数棟の建物は、その後数日間起こった強い余震により倒壊した。地震による死者は被害を受けた。建造物が、翌日の余震で倒壊した際に発生した。ありがとうございます。